どうも、ビエナスです。チャンネル登録よろしくね。今回お邪魔しましたのは新潟県上越市にあります小浜家系ラーメン上越屋さんでございます。ずっと前から行きたいなと思ってて、ちょっとね機会を一回逃してしまってですね、それ以来だったんですけども、まあ、今回ですねちょっとこれで行けるので楽しみに、では行ってみたいと思います。レッツゴー。さあやっと食べることができました。吉村屋直系のお店、2店舗目でございます。まあ以前私の動画ではですね、富山にあるはじめ屋さんに、お邪魔してですね、初めて直系の味をですね、堪能したわけでございますけども、まあ、今回ですね、新潟にある上越屋さんの方で、また直系の味をですね味わえることができて感激しております。まあ、今回チャーシュー麺いただいたんですけども、説明していきたいと思うんですけども、食べて感想はですね、まあ、どこのその直系のお店も一緒なんじゃないかなって思われる方もいるんですが、食べてみて分かったことがありますので、まあその違いというかですね、まあほぼ基本的には一緒なんですけども、作り手がですねやっぱり変わるとですね、同じそのテイストというかですね、同じ製法でもですね若干の味の違いがあるってことが分かりました。ということでその説明をしていきたいと思います。でまずスープなんですけども、飲んでみて第一印象で思ったのは、結構ですね攻撃的なスープだなっていうことを感じました。豚骨と鶏ガラベースのスープなんですけども、あとですね醤油だれという形になるんですけど、まあ、結構ですね直営以外のお店ではどちらかが強かったりで主張が強かったりするんですけど、直営店って基本的にうまくバランスが取れて飲みやすいスープになるんですけども、その飲みやすいスープの中でもですね豚骨のガツンとくる感じが、分かりやすいようにスープを飲んだ時に、感じられるような、バランス感覚になってました。あとはもう言うことないですね、直系ならではっていう形ですね。まあ麺はですね境製麺を使うっていうのが基本ですので、もうもちもちとしたですね、太麺の、美味しい麺でございます。であとそのトッピング的なもの、例えばチャーシューだったりもそうなんですけども、スモークだったりとかですね、あと海苔もですねかなり美味しいです。ほうれん草もですねシャキシャキ感があって、まあこういった部分の気遣いに関してはですねもう直系ならではだなっていう、その作り手さんも修行されてる方がもうこれでなければいけないんだっていう味をですねちゃんと毎日再現されてですね、ほぼほぼブレなく提供されてるんじゃないかなと。まあいろんな家系が今に至ってはありますけども、やっぱりですね、まあ、元祖と言われてるところの、まあ、吉村屋の味をですね引き継いだ直系のお店の味はですね、他のところとはちょっとまあこう言ってしまうといけないんですけど、レベル感が違うかなと思う、感じでございます。まあこれはですね、まあぜひね、まあ混んではいるんですよ当然ながら、まあそれだけやっぱり美味しいラーメン提供できている証だとは思うんですけども、まあそれでもですねやっぱりね並んででも食べていただきたいな、一回ぐらいは味わってもらいたいな。これで、まあ、また家系がですね、いろんな味があるってことが分かりますし、比べるにあたってはですね元祖の味を知るのがやっぱりここはいいんじゃないかなと。まあ、並んでも回転が早いので思いのほか早く食べれると思います。あと時間帯によってはそんなに並ぶ必要もなく、待ってる人のプレッシャーを感じることなくゆっくり味わうことができる時間帯もあります。ぜひ一度元祖の味を味わってみてはいかがでしょうか。ということで以上になりますが、参考になりましたでしょうか。完食です。ビーナスコラナリ TV。 はい、ということで、食べてまいりました。まあ、やっぱね直径は違いますよね。まあ、これが家系なんだろうなっていう、なんていうんだろう、
もう味は美味しいんですよ。でもね、例えるのに、もう食べてください。これしかないです。混んでますけど、まあ、並んでてもね、そんなに待たずにね、すぐ食べれますんでね、ぜひ食べに行ってみてください。まあいろいろとね、家系もありますけども、まあ本家の味はね、受け継いでるところなので、まあ、それはそれでもうその味がそうなんだろうなっていうということでですね、行ってまいりましたので、また参考になればと思います。まあ、次回の動画も楽しみにしていただければと思いますが、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。